こんにちは、こんばんは、モトキングです。多分初めての人が多いと思うんですけども、マレーシアに住んでる NBA とスニーカー好きのモトキングになります。今回なんですけども、去年の12月25日に発売された、スニーカー NBA のシグニチャーモデルを、譲ってくれるっていう人がいたんで今日は取りに来ました。でそのスニーカーなんですけども、これの、ヒントはこのスニーカーになります。これマレーシアの、郷土料理っていうのかな、お茶とハーブで煮込んだ豚肉、パクテーっていうんやけど、結構日本人あんまり食べにくいのかな、ちょっと臭みがあるんだけど、これを結構ロニーが好きなので食べてます。ちなみにマレーシアはめっちゃスニーカーが買いやすくて、レア物でもお店に並べば、結構買える確率は高いです。ただオンラインはマジアレ無理、秒殺される、多分ボット使って転売目的の人がたくさんいて、で今回欲しかったスニーカーも、今回オンラインしか販売がなくて挑戦したんだけど、まあ持病でなくなって、なので仕方なく、誰か売ってくれる人を探してやっと今回見つけました。よー、ゲットしました。実はもう一個欲しいのがあって、T シャツなんですけど、それを今からちょっと買いに行きたいと思います。じゃあ行ってきます。ジョーダン5のワット座が残ってます。白、うん、白ジョーダン4のこの間11月に発売されたやつの T シャツバージョン。これかっこいいのがね、バックがナイキの帽子の赤なんです。かっこいいよ。これを買います。買いました。今から帰って開封の業者行きます。ということで、買ってきました。で、今回購入したスニーカーを、今から紹介したいと思います。今回購入したスニーカーはこちらになります。コービー6プロトロ、グリーンアップルになります。でこのコービー6の、グリーンアップル、通称グリンチなんですけども、2010年の12月25日の、クリスマスゲームマイアミヒート対レイカーズで、コービーが着用したモデルになります。ちなみにその時の解説者がこのスニーカーを見てこのように言ってます。Meanwhile, you see some of the sneakers. The players are wearing a little different, little Christmas present as Kobe Bryant wearing his brand new color. We should really have a poll. Ugliest sneaker of all five games today. いや、ひどいよね。解説者だけど、まあ、でも俺から見たらめっちゃかっこいいけどね、嫁曰く、かっこ悪いっていうことなんだけど、いや、まあ、そんなの関係ない。好きか嫌いかで履くから、いや、もう絶対履き倒そうと思います。ちなみにその時のクリスマスゲームはコービー、確か17点の、7リバウンド8アシストぐらいの、まあ、そこそこのスタッツ残してるんだけども、相手のヒートよね、それがレブロンがトリプルダブル決めて、まあ、もちろんクリス・ボッシュもウェイドもいたし、あんなトリプルスターね、三大スターいるようなチームに勝てるわけねえな。ということで、結構もうデキレースみたいなチームはあんまり好きじゃないです。マジレブロンとか嫌いだし、あんなバケモンとか止めるかもわからんし、ということで、レブロン・ジェームス、大好きです。で、そんなコービー6プロトロ、あ、すいません。よし、これどうですか。まず、両側に、ナイキのスウォッシュを配置。そして、シューターの方にマンバマーク、ちなみにソールにもマンバマークが入っています。でよく見ないとわからないんですけども、このつま先にですね、ベノミノムって書いてあるんですけども、まあ、蛇の名前ですね、書いてあります。
で、アッパー全体にこのようにヘビのようなスキンになってます。極独シーです。とヒールに、コービーのシグネチャーが入ってます。あとコービーシリーズはあの暗号シークレットコードが、記されてます。で、コービー6の場合はここ見えるかな、ここにドットが配列されてるんですけども、これ、解読するとブラックマンバって書かれてます。で、注目すべきはこのインナーソールなんですけども、ちょっと写真載せておくんですけど、中には、まあ、KB24 って赤くそれぞれ書かれてて、中のインソールにですね、 I wanna choose that most to my foot って書いてます。まあ、直訳すると足にカビが入るようなシューズをくださいっていうことです。まあ、いたずらグリンチみたいなちょっと、シャレの効いたインソールになっています。で、このシューズ、まあ、写真見てもらえば分かるんですけども、クリスマスゲームにコビーが履いたのとちょっと違うと思いませんか。そう、シューレースが違います。シューレースの色が今黄色なんですけども、実はじゃん、赤いシューレースがついてきます。で、コービーはこれを赤いシューレースに変えて、試合をしてたので、自分も今赤いのに変えてみたいと思います。いきまーす。ということで、シューレースを変えてみました。やっぱ赤の方が映えるっすよね。うん、すごい特徴しい、いい感じです。あと今日買ったロンティー、あれも着ていきたいと思います。今日買ったロンティーなんですけども、こちらになります。ジョーダン4の、販売と同じ時期に販売された、ロンティーになるんですけども、こちら着ていきたいと思います。こんな感じです。このかぶついてるけど、この赤のスウォッシュめっちゃかっこいいですよね。で、もちろんこのジョーダン4のファイアーレッドも購入済みです。これとこれ合わせて、超かっこいいっていう感じ。はい、ということで今回はコービー6のグリンチを紹介していきました。で、このように NBA とスニーカーどっちも好きだっていう人を、ぜひあのチャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いします。 Yeah, every day that's you and me. All day that's us, boo. Came through that new thing. See, I don't know why I try.